ちは、こんばんは。ココハタチャンネルへようこそ。講演会でもよくお話しする話なんですけれども、他の動画でもちらっとお話ししたこともあると思うんですけれども、日本では随分法律も変わって性別が変えられたりとか、もうアメリカでは全部の州で同性婚が認められるようになりました。中には日本はまだまだですねっていうお声もたまに聞くんですけれども、まあ、生きづらさを抱えたりとか、排除されたりとか、いじめられたりとか、自己否定を繰り返していたりとか、自殺をしてしまう人も後を絶ちません。そんな現状がある中で、この地球上の約70カ国の国ではセクシャルマイノリティというだけで有罪が確定してしまう国が存在します。そのうちの数カ国では鞭打ちの刑になったりとか、ひどい場合は死刑にされる場合もあるんです。もうこれを聞いて、信じられないって本当なんですかっていうお声もたくさん聞くんですけれども、実際世界の現状はまだまだ厳しいんです。私がセクシャルマイノリティの当事者として今日本全国で講演をしていますけれども、その講演をできるというのは日本が安全な国と言っても過言ではないかもしれません。まだまだ生きづらさを抱えて苦しんでいる人の多い国ではありますけれども、かろうじて生きていくことができる国ではあるんですね。かなり衝撃的な内容かもしれませんけれども、これが世界で起こっている事実なんです。何も悪いことはしていない、何も罪を犯していないのに、セクシャルマイノリティというだけで死刑にされてしまう国がこの同じ地球上に存在しているという事実があるんです。なかなか当事者しかわからないことかもしれないんですけれども、本当に自分でどうにかなる問題じゃないんですね。物心ついた時から同性が好きだったりとか、自分の心の中に生まれた性別とは違う何かがあったりとか、曖昧な何かがあったりして苦しんでる人からしたら、いくら法律で定められていたとしても、宗教で許されなかったとしても、自分ではどうすることもできないんですね。自分が選んでセクシャルマイノリティに生まれたわけではないから、自分がこうなりたくてなったわけではないんです。私的には人の命より重い宗教って存在するのかなって、そんな憤りも感じることもあるんですけれども、本当にその国で有罪とされる国で、死刑にされる国で、LGBT を抱えている人がどれだけ苦しんでいるのかということを考えるだけでも、なかなか本当に想像を絶するような苦しさがあると思うんです。セクシャルマイノリティであることを、自らを全部ありのまま受け入れて明るく生きてる人も世の中にはいるから、性癖なんじゃないかとか、本当に自分が好き好んでやってるだけじゃないかって思って誤解されることもなきにしもあらずなんですけれども、 LGBTQ の人で今笑顔の人も昔は本当に苦しんだ人がたくさんいるんです。世界では死刑にされてしまったり、有罪にされてしまったり、本当に理不尽なことが日々繰り返されている。その現状は私たちこの日本が何かをしたからといって変わることはないかもしれないけれども、ここ日本からセクシャルマイノリティの人でも生きてていいじゃないかって、そういうふうな世の中でちょっとずつ変われば世界は必ず変わるんじゃないかなって私信じてるんですね。本当にアメリカで同性婚が全州で認められて、日本や他の国でも少しずつセクシャルマイノリティが生きやすい、そんな世の中になれば、やがて今有罪とされている国、死刑が確定する国でも少しずつ変わるんじゃないかなって思っています。世の中にはこんな現状があるんだということを一人でも多くの方に伝えたいなって思いました。私のこの動画ではまだまだ現状をお伝えしきれていないので、下の逆三角形のボタンを押していただくと説明欄が開きます。そこに関連動画とか関連リンクを貼っておきます。ぜひこの動画に出会われた方が、この問題をほんの少しでもいいです、考えてみてください。何も罪を犯していない、悪いことをしていないのに有罪にされて死刑にされてしまう人が世の中にはいるんです。この現状を知ってください。それではまたココハタチャンネルでお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ココハタチャンネル、最後までご覧いただきありがとうございました。 LGBTQ の話題もこの動画で少しずつお伝えしていきたいなって思っています。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。それではまたココハタチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。